超平員がチョンソミンに優しく髪を撫でる、これは本当の愛。YouTube チャンネルの素晴らしい読者、熱心な視聴者の皆さん。星ここに来てくれてとても嬉しいです。軽ドラマの舞台裏の魔法の世界にまた深く飛び込む準備ができていることを願っています。始める前に、皆さんの支援をお願いします。チャンネルの、いいね登録、通知ベルのクリックをお忘れなく。皆さんの支援は、 私たちがエンターテイメントの最新かつ最高のトレンドと有名人の交流をお届けし続けるのに役立ちます。それでは、今日の興味深いトピックに入りましょう。活気に満ちたドラマに満ちた軽エンターテイメントの世界では、お気に入りのスター間の優しく台本のない交流ほどファンをうっとりさせる瞬間はほとんどありません。最近、ネット上で話題になっているシーンが一つある。それは、ラブ・ネクスト・ドアの撮影中にチョン・ヘインがチョン・ソミンに対して撮った、信じられないほどロマンチックな仕草だ。 舞台裏の映像で彼が彼女の髪を優しく撫でる仕草を見て、ファンは、これはただの演技なのか、それとも何かもっと深いところがあるのかと不思議がっている。噂の火付け役となったシーン全ては、ロマンス、コメディー、胸がときめく瞬間が混ざり合ったドラマですでに視聴者を魅了しているラブネクストドアの第5話と第6話の舞台裏映像から始まった。シーンが展開するにつれ、カメラの外でジョン・ヘインとジョン・ソミンが気楽なひとときを共有しているのが見える。 髪を撫でる二人の共演者が冗談を言い合い、笑顔を交わす、リラックスした雰囲気だ。しかし、その後、ファンを興奮させる出来事が起こります。長平院が、とても優しいタッチで、ジョンソミンの髪を撫で始めたのです。その仕草はとても親密で優しいので、同僚同士の仕草というより、深く愛し合うカップルの仕草のように感じられます。ファンはすぐにソーシャルメディアに集まり、その瞬間を大いに喜びました。彼は彼女を恋人のように扱っている。 と、あるファンは叫びました。別のファンは、これは演技ではなく、愛だ。と同調しました。今や有名になった髪を撫でる事件のほんの数日前、ヘインは、ファンを息を呑むような別の優しい仕草で、すでに噂を呼んでいました。ラブネクストドアのロマンチックなプールシーンの撮影中、雰囲気はすでに二人の主演俳優の間の愛称で満ち溢れていました。カメラが回り、遊び心のある水しぶきと意味深な視線が完璧に融合したシーンを捉えると、 予想外でありながら心温まるものが実際に何度も分析したこのクリップを見ると、二人の間には脚本を超えたレベルの快適さと親密さがあることは明らかです。二人が一緒に笑う様子、目が合う様子は、まるでカメラがそこにないかのようで、お互いを心から気遣う二人のプライベートな瞬間を捉えています。ファンがチョンヘインとチョンソミンは単なる画面上のパートナー以上の関係なのではないかと推測するのも不思議ではありません。 愛の言語、奉仕行為と身体接触愛の言語を信じる人にとって、長平院の優しく髪を撫でる動作は彼が愛情を表現する方法の明確な指標かもしれません。有名な概念によると、奉仕行為と身体接触は、人々が愛情を示す2つの主な方法です。そして、そのような優しい注意を払って誰かの外見を気にかけること以上に、これの典型的な例があるでしょうか ファンが、隣のラブ、と呼び始めた、ジョンジョン、カップルは、こうした愛の表現が個人的な関係に限定されず、相性が良ければ仕事の場でも表現できるという生きた証拠なのかもしれない。オフカメラでのやり取りから彼らが深く愛情深い絆を共有していることは明らかで、画面上のロマンスは実際の感情を反映しているのではないかと推測する人も多い。ドラマ自体よりもロマンチックな瞬間が強烈。 舞台裏の瞬間が彼らが参加しているドラマよりも目立つことは稀だが隣のラブの場合はそうであるようだ。番組自体は胸が高鳴るようなロマンチックなシーンでいっぱいだが、ファンを本当にうっとりさせるのはオフカメラでのチョン・ヘインとチョン・ソミンのやりとりだ。彼らの冗談めいた会話、セットの雰囲気を盛り上げるちょっとした口論、そしてもちろん、今では有名な髪を撫でるシーンのような優しい瞬間は、全てが信じられないほど素晴らしい舞台裏のロマンスに貢献しています。 この二人のやりとりを見ているとリアルタイムで展開されるラブストーリーを覗いているような気分になります。台本がなく、生々しく、そして完全に魅惑的です。話題の話題、これは将来に何を意味するのか彼らの愛称をめぐる話題ばかりで、張平とチョンとソミンの将来がどうなるのか気になって仕方ありません。このスクリーン上の愛称は、現実のロマンスにつながるのでしょうかそれとも彼らは単に演技が上手で、私たち全員が彼らの演技力に共感するだけなのでしょうか 時間が経てばわかることですが、確かなことは、ファンは息を殺して全てのやりとりを見守り、フィクションと現実の境界が曖昧になる瞬間がもっとあることを期待しているということです。期待が高まる展開するラブストーリー。ラブネクストドアが人々の心をつかみ、話題を独占し続ける中、ジョン・ヘインとチョン・ソミンの紛れもない相性が話題になっています。彼らのスクリーン上のつながりは、ファンを熱心にエピソードに合わせさせ、カメラの前でも後ろでも彼らが示す本物の愛情はまさに魅力的です。 彼らが共有するすべてのシーンに、視聴者を画面に釘付けにして、もっと見たいと思わせる明白なエネルギーが注入されているかのようです。結論、優しいタッチと愛情のこもった視線ごとに彼らのキャラクターの物語は深まり、観客を感情の渦に巻き込みます。ドラマが進むにつれて、この愛と発見の美しい旅が、さらに心温まる瞬間と忘れられないシーンをもたらし、花開き続けることを願うばかりです。今後のエピソードでは、ロマンス、ドラマ、そしてもちろん、 私たちの心をときめかせる甘い仕草がさらに高まることを期待しています。それでは、どう思いますかジョンジョン、カップルには、見た目以上の何かがあるのでしょうかそれとも彼らは本当に仕事が上手なのでしょうかコメントであなたの考えをお聞かせください。また、このダイナミックな量の最新情報やその他の興味深い有名人のストーリーについては、当社のチャンネルをチェックすることを忘れないでください。次回まで、心を開いて、あなたの船は高く後悔します。 最新のニュース、ゴシップ、エンターテインメントの世界への深い洞察を全て入手するには、登録を忘れないでください。あなたのサポートに感謝し、さらにエキサイティングなコンテンツをお届けすることを楽しみにしています。